米作りの大切さを学んでもらおうと、桜井市の小学生が JA 奈良県のメンバーと一緒に田植えを体験しました。田植えには桜井市立四季島小学校の5年生およそ60人が社会の授業の一環として参加し、まず機械による田植えの様子を見学しました。その後、苗を受け取った児童たちは JA 奈良県青少年部のメンバーから指導を受け、泥の感触に戸惑いながらも苗を一つ一つ丁寧に植えていきました。この取り組みは青少年部が遊休農地の対策を進める中で米作りの大切さを学ぶ教育などに役立ててもらおうと去年から行われています。ドロドロやってもいいです。植えるのが楽しかったです。バランスをというのがものすごく難しかったです。昔の人はこれを毎日やっててすごいと思います。およそ6アールの水田は1時間ほどで児童たちが植えた苗でいっぱいになり、田植えが終了しました。秋には稲刈りの体験が予定されていて、収穫された米は米粉や飼料として使われます。